鳥取県在住のコスプレイヤーアスカ、飛ぶ鳥と書いてアスカと言います。よろしくお願いします。アニメのカンコレの曲の吹雪を聴かせていただきました。はい、今日のコスプレは、はい、島風ちゃんです。ね、島風ちゃん、あら、はい、島風ちゃんです。まあいいや。まあ、この衣装なんですけども、手袋をしてピアノっていうのは非常に難しいので、ちょっとごめんなさい。この後外させてください。でも一曲は完璧な状態でちょっとやりたいなと思って。ごめんなさいね。はい。どこに置いとこうかな。こっちに置いて。ぶっこんで3000円。はい、じゃあ、はい、いきます。次もアニメの曲でちょっと大人の色気を出しながら歌いたいなと思います。はい、キテレツ大百科のあの曲。クソ、初めてじゃないくせに。ね、ピュアな私にぴったりの曲だと思っております。はい、なんだっけ、コロッケの曲じゃないですよ。じゃあそっちじゃない。はい、初めてのチューを、初めてのチューを。何年前ですか。何年か前。はい。はい、では色気たっぷりにのつもりでやりたいと思います。聞いてください。I'm not afraid to die.
Thank you.
すごくなんか消費カロリーがすごそうで、なんか背中すごい汗かいてる。新陳代謝。え？なんで笑ってるんですか？はい。あ、全然関係ないんですけど、初体験の話をしていいですか？あ、よいですか？まあ、最初に初めてこういうライブのステージに立たせてもらったときに話しゃべったことなんですけど、洗車機、車の洗車機、なんか危険が危ないみたいなことですか、洗車機あるじゃないですか、あれがなんかカラフルなムックが攻めてくるみたいで怖くて入れないって話をしたんですよ。わかります？ムック、コンキッキン、左から右から上からね、なんかあの紫とかすごいわーって攻めてくるじゃないですか。あれが怖くて、あれやったことなかったんですけど、この間あの車の前のフロントガラスに鳥の糞がすっごいついてて、広範囲に、こりゃいかんなと思ったんで、ついに私、洗車機デビューしました。で、まあ、ムックを倒したわけですよ。灰色と白のムックでしたね。はい、だからもうね、私灰色と白のムックは怖くないです。まあ、大人のね、階段を登ったということで、次もとびっきり大人っぽい曲をやらせていただこうと思っております。はい、ではお聴きください。神田川です。あなたはもう忘れたかしら、赤い手ぬぐいマフラーにして二人で出ようねって言ったのに、いつも私が待たされた。荒い髪が芯まで冷えて、小さな背がカタカタなんだ。あなたは私の
の出番最後です。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、めっちゃ汗開いてます。あ、本当、ちょっと装備を、そうそうそう、これ手袋して初めて、もしかしたら島風になるかもしれません。この衣装の説明をまた後でさせていただきますので、気になる方は説明。皆さんが思っておられるより卑猥ではないです。何を考えとんのよ。はい、じゃあ次、最後はですね、ニコニコ動画の替え歌の方が有名になっちゃって、原曲よりも。私もね、替え歌の方でちょっと覚えてるんで、もしかしたらところどころ混ざっちゃうかもしれないんですけど、アニメのキラリンレボリューション。あのね、やらないかっていう替え歌で今回はちょっとまあそれはなしで、ね、原曲の方をいきたいと思います。一つで混ざったらごめんなさい。じゃあ最後、はい、いきます。じゃあお願いします。バラライカ